どうもです。本日フォールアウト76を起動したら、トレジャーハンター、モールマイナーがアパラチア各地で出没中。って出ていたんでちょっとやってみました。以前にも、このイベントはあったんですが、前回は、かなり、いろんなところを回って探しましたが、その場所に行くと、すでに倒されたモールマイナーばかりで、一体しか見つけることができませんでした。わら。今回は、何体見つけることができるのでしょうか。いるとしたらここで間違いないと思います。右下を見てもらえばお分かりと思いますが、ジャンピーでプレイしています。武器は今手にしているものがジャンピーのフィクサーです。所持しているのがジャンピーのハンドメイドと先導のレールライフルです。ターゲットを発見。ボルトにはたくさんの表彰があると聞きました。あなたは何を受賞したのですか？死ぬほどつまらないやつでしょうですか？伝説のモールマイナーがいるかもしれません。前の時はこの奥にいたんですが、今回はいませんでした。おお、いました。ナイス。夜行性のポールフックでした。いらないので、レジェンダリー交換します。わら。ボールアウト76は、伝説を倒したらすぐに取らないと、もたもたしていると消えてしまうことがあります。私もそれをやられ申した。わらわら。この後いろんなところへ行きましたが、出ても普通のモールマイナーしかいませんでした。ここは絶好の場所のようです。今のところ2回来て2回とも出現しました。私は他の場所で
トレジャーハンターモールマイナーを見つけたことがありません。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。